スンダ海峡は、インドネシアのジャワ島とスマトラ島との間にあって、ジャワ海とインド洋とをつなぐ海峡である。海峡名は、西ジャワ州を意味するインドネシア語のパスンダン、または、西ジャワ州の先住民族である、スンダ族の名に由来する。ピエール・ハンデル・アーが作成した1729年の、スンダ海峡の地図1702年の1707年頃の、スンダ海峡の地図のの海峡図は、 およそ北東南西の方向に伸びており、その北東端で、スマトラ島側のトゥアミサキとジャワ島側のプジャミサキ結ぶ海峡の最強部は、約13海里である。海峡の西端の水深は、かなり深いが、東に向かうにつれて、狭く浅くなっている。複雑な海底地形を呈し東端部は深さがわずか20メートルで、サスとツ火山があり、時間によって、 潮の流れが非常に激しく変化し、スコールにより視界不良になることもあり、小さな当初が多く、さらに、ジャワ島沿岸沖には、石油屈作リグなどの人口の障害物が多いこともあって、安全な通行が難しいことで有名である。マラッカ海峡と並んで、何世紀にもわたり南シナ海とインド洋とを結ぶ主要な航路であったが、特に17世紀から18世紀にかけて、 オランダ東インド会社がインドネシアの高領諸島への航路として利用した。しかし、海峡の狭さと浅さに加えて正確な海図が作成されていないことにより、近代的な大型船舶の通行には不適当なため、ほとんどの大型船は代わりにマラッカ海峡を利用している。海峡内には島が点在しており、サンギアン島、セベシ島、セブク島、パナイタン島など、 その多くは火山を起源に持つ。しかしながら、中でも最も有名な火山島は倉方ウで1883年に爆発的噴火した記録が残っている。その時の噴火で、海峡内の島々及びその近くの蛇和島とスマトラ島の周辺地域は、主に激しい軽石の雨と火山の崩壊が引き起こした巨大な津波のため壊滅的被害を受けた。 この時の噴火により、澄んだ海峡の地形は、劇的に変化し、1821キロ立方メートルほどのイグニンブライトが、火山の周囲の面積にして、約110万平方キロメートルに堆積した。それ以来、住民が元の居住地に、再び戻ることのなかった地域もあるものの、海岸線の大部分は現在では、非常に人口が密集した地域になっている。 クラカタウ火山の現存する独立峰であるラカタ峰の他にクラカタウ群島はラング島、ベルラテン島および九百二十七年に元のクラカタウ火山の破壊された残存部から現れた最も新しい穴区ク,クラカタウ島から構成されている。スンダ海峡スンダ海峡はスマトラ島とジャワ島とを結ぶ主要な交通路で最大航路のスマトラ島バカウヘニコートジャワ島 メラクコートの間は2004年当時旧車24隻のフェリーや高速船が24時間体制で結んでいた。その中にはかつて宇航連絡船として活躍したアワマルが1990年にこの航路に就航しキティアンウルニとの名前で2013年時点でも1日3往復している。澄んだ海峡は大西洋海域から希望峰を経由して 東アジア方面へ向かう船舶やオーストラリアから東南アジア、東アジアへ向かう船舶にとって重要な航路である。2012年時点で年間約2280隻の船舶が済んだ海峡を通行しており、年間通行貨物量は約1億トンで、これは約50億ベドルに相当する。詳細はバタビア沖海戦を 参照1942年3月1日、バタビア沖海戦が勃発し、連合軍の軽巡洋艦、パウス及び重巡洋艦ヒューストンが、日本軍の原県サブロー少将の指令する、軽巡洋艦一隻、駆逐艦十一隻、重巡洋艦四隻及び、軽空母一隻からなる、上陸作戦部隊と番点近くで遭遇した。この時、 連合軍の巡洋艦2隻が撃沈された一方、日本軍の総海底1隻という総戦1隻が遊軍による誤射で沈没した。詳細は、寸田海峡大橋を参照1960年代に寸田海峡に橋を架ける計画が定義され、1990年代にさらなる提案が持ち上がった。2007年10月に新しい 推定で少なくとも100億ドルに達する資金が調達できれば橋の建設は2014年にも開始される計画であった。2012年4月、110億ドルの道路と伏線の鉄道を通す橋を建設する協定が中国鉄拳との間で調印された。ところが2014年11月になってインドネシアの新大統領に就任したジョコビドドが この橋の建設計画を棚上げした。ありがとうございます。